村くん、あれ髪切ったんだ。ちょちょ、まず水止めよう。すごい濡れちゃったね。ダメだよ、タオルで拭かないと。保健室行こう。はい。カーディガン脱がないの？すごく気になってるんだけど、入らなかったんでしょう。男子は体育の時ほとんど水泳を。水泳時間にマラソンは会場だってそうだし。仙国くんから聞いたけど、着替えもトイレか空き教室でして。意外と引き下がらない人だ。実は女じゃないでしょう、俺。ほう、バレそう。しんどい。思ったんだけどさ、こういうのセーラー服は着るのにな。考えてることはよくわからん。よ、入るわけないし。入った。宮村悪い。ちょっと教科書見せてくんな。ほんとダメ。うん、いいと思うよ。